よし、これ初めてのね、割とガチのホラーだと思う、これ多分。短いはず。イッチだし。よし、行くわ！ヘッドホン推奨だって。ちょ、ごめんけど、ヘッドホンは無理だ。ヘッドホンは無理だ。ああ、もうやばい。ああ、もうやばい。ああ、もうやばい。もうやばい。設定。フルスク。はい。サウンドオンオフ。WSD で、はい、右クリでフラッシュライトか。だってもうこいつさ、もう絶対動くじゃん。行くわ、初ホラー。初ガチホラー。このテープと、内容物は、ザ・ディオセス・オブ・アーの所有物です。複製、公開などは、とても危険なのでやめてください。禁止されてますみたいな。教会の人たちのもと遊んでください。教会の人たちの慣習のもと遊んでください、絶対に。アイルランド、1998年。こういう、なんていうの？謎のテープが見つかっちゃいましたみたいなタイプのゲームらしい。呪われたテープみたいな。ちょっと待って、やめて、文字。で、文字やめてよ。なんか雰囲気系のホラーだと思ったら、がっつり読ませてくるじゃん。何これ？アビーってなんだっけ？教会？大聖堂みたいな。大修道院だ。キルクリー大修道院。1458年に建てられ、まあ、いろんな、バイキングに襲われたり、火事にあったり、さまざまな儀式が行われたり、いろんな歴史のあるものです。この大修道院が最も有名な、が大修、この大修道院は、様々な有名な、神官や、聖女みたいな、修道女、修道女が埋められていることで最も知られています。まあ、死体がいっぱい転がってるわけだ。この大修道院の壁は何度も建て直されていて、考古学者は、古い壁の中から、小さい小動物の骨、コイン、考古学物や、小さい人間の骨などを発掘してきた。めっちゃさ、観光地じゃん。てか、こんな書いてあって、観光地だね、こんな。なんかね、待って、やめて、これが一番ホラーだわね。 いや、分かったよ、世界観。もう読まなくてよくない？なんかもう、怖いっしょ別に。待って、なんか読まなきゃいけないっぽい。なんか迷路になってる。 レイディー・オブ・ソロー。ソロー。
ってなんかシクシクみたいな、悲しみか、悲しみの女という事件が、地元では最も有名だっていう、さまざまな有名な物語、有名な噂だったりあるけど、その中で一番有名なのは悲しみの女、哀愁女とか。鍵が必要。待って、なんか結構、何そういう感じじゃん。ちょっと待って、これさ、やばい、どうしよう。私さ、待って、これなんかそういう感じか。なんか一本道でとかじゃなくて、なんかアイテムとか探さなきゃいけないタイプ。そうなってくるとさ、絶対追いかけられない、なんか。いや、私、追いかけられる系はマジでダメだよ。追いかけられる系だけはマジでダメだから、もし追いかけられる系だったら、ちょっと、断念するわ。ごめんけど。で、無理、無理だもん。おい、なんか、うわーとか言ってさ、追いかけられても本当にもう、私さ、何が怖いかってさ、なんかホラーが怖いのはそれもあるんだけどさ、なんかもう、あまりにも怖すぎて、心臓止まっちゃうのが、それが一番怖いんだよね。それが怖くてやりたくないんだよね。別に心臓病とかじゃないんだけどさ、なんも発症したことないんだけど、なんか、わかんないじゃん。自分の限界わかんないじゃん。試してみるわけにもいかないじゃん。どこまでの恐怖に、私の心臓は耐えれるかなみたいな。あ、やばい、もう、動いてないわ、つって。ああ、つって。そんなのもう、ダメ、だからさ、まあいいや、ちょっと行くか、行きますか、とりあえず。ああ、読まない。もういい。うるさい。なんか多分、修道場のなんかあれでしょ、どの子のみたいな話でしょ、こういう女で、みたいな悲しい事件があって、みたいな。ちょ、VHS のさ、これやりすぎかも。なんも見えない。なんかある？え？なんかきつく、閉ざされてる。何が？うん。鍵なんてないぞ。ああ、彼女だから、悲しみの女、哀愁の女の、ああそうだ、っていうかフラッシュライトあるんだった。悲しみの女の井戸がなんかどうのこうのなって、なんか体が井戸に捨てられたの、なんか燃やされて、その女はなんか事件があって燃やされて、でその死体が井戸の中に捨てられて、でその井戸は未だになんか、どの子のみたいな。これかな？井戸。多分。いるじゃん。てか。ね、これ絶対さ、あ、これダメだ。なんか、そういうタイプか。スレンダーマンみたいな。あ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。絶対追いかけてくるもん、あいつ。ちょ、待って、そういうホラーダメだ、やっぱ。これいけないわ、これ以降。これ絶対だってさ、鍵取った瞬間、あいつ追いかけてくるもん。え、本当にやりたくない。え、本当にやりたくない。本当にやりたくないんだけど、どうしよう。やばい、もう金玉、びっくりしすぎてさ、飛び上がってさ、で、着地した瞬間、金玉潰しちゃったらどうしよう、自分の。ねえ、無理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 
そういう感じなら大丈夫かも。で、追いかけてこないならいいよ、追いかけてこないなら。え、ちょっと待って、人いる、めっちゃ。え、これ何？石像か？無理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 。え、無理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 。ああ、またや。またお前や。看板や。で、ここが燃やされた地だって、普通に。ここで燃やされた。だってここになんか置けるかも。だってもう無理、マジで無理。追いかけられた瞬間ほんと無理。そんな怖くなかったな。でもめっちゃびっくりしたけど大丈夫だわ、私多分全然大丈夫かも。あれ、ちょっと待って待って、それはやばい。 普通に脱出ゲームとしてむずいのはやばい。え、何？は？いたっけ？こんなとこ。こんなとこいたっけ？こんなとこあったっけ？でも追いかけられた、追いかけられるのだけはマジでやばい。は？あれ？ちょっと待って。やべ。あれ？あれ？違うよね。あれ？いたっけ？あれ？いたっけ？こんなとこに人。人とか言っちゃって。ごめんなさい。リスペクトしてっから。襲わないで。あー！あー、めっちゃいる。やばい。あ、でも、追いかけてこないならいいわ。ううう、そんなんじゃないよね。あー、みんないなくなっちゃった。めっちゃメール来るんだけど、何？めちゃくちゃメール来るんですけど。あれ？あ、めっちゃなんか人いるわ。てか、待って、メール見せして。さっきから超メールと SMS 飛んでくる。こんななんか飛んでくる？こんな飛んでくるかっていう。何やってんの？何やってんの？鍵見てんの？おい、あざーす。あいつじゃん。血だらけのあいつじゃん。追いかけてこないんなら、うわ、雨やば。最悪。雨やばいんだけど。こっちじゃない？どっちだろう？こっちかな？あ、こっちだ。あ、めっちゃいる、みんな。これ、あの井戸じゃない？これがあれだわ、多分。やばい、やめて。怖い。風の音。あれだわ。悲しみの女が埋められてる井戸。クリプトキー。やばいやばいやばい。やばいやばい。来る、来る、来る。絶対来る、絶対来る、絶対来る。鍵取っちゃったもんね。鍵取っちゃったもんね。絶対来る、絶対来る、絶対来る。はぁ、あ。ふぅ。ふぅ。あー、やばい、目離せない。やばい、怖い。あー、やばい、怖い。あー、やばい、やばい、怖い、怖い。でも多分ね、多分さ、一個分かったことある。多分このゲーム作った人、 AI で敵が主人公を追いかけるみたいなスクリプト書いてないわ。 多分書いてない。だから追いかけるのはもう心配しなくていいと思う。とりあえず。
なんかびっくりするのはあるけど、敵が急に動くみたいな、なんかアニメーションとかなさそう。だってもう、だってさ、さ、これ超インディーゲームだから、itch.io のさ、多分個人で一人で作ったゲームなのね。で、なんかそんな個人でさ、なんかゲーム一本丸々作るのでも大変なのにさ、そんななんかあの、こういう、このさ、石像がなんか動くアニメーション追加して、みたいな。で、そのなんか、それをなんか動くようにして、で、動いた時に、あの、プレイヤーを追いかけるようにしてみたいな、あ、めんどくさいから絶対。ないわ、多分、そういうやつ。え？ミュージックボックスオンにした。オルゴール。え？何？あ、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 give your life! いや、怖くないわ。怖くないわ、これは。Pray for us. 祈れ、我々のために。Don't let her out. 彼女を外に出すな。誰？彼女って。え、まさか今、私が解放した女？やばい。逃げよ。逃げよ。逃げよ、もう。あ、違う、あ、違うわ、多分。あ、わ、わかった、ごめん。逃げるじゃないわ。あれ、なんかやることあったっけと思ってさ。違うわ。あのさ、井戸行こっか。はい。音めっちゃちっちゃいね、あれ。一緒に。あ、やばい、出てきた。終わった。え、違う、入れるわ、なんか。エンター加護の祈り、ミカエルが我々を守ってくれる。悪魔から、悪魔や悪しき者へ。エイメーン、エイメーンです、みんな。アーメン。あ、終わってなかったの？嘘。終わりじゃなくて。いや、ずいぶん、ずいぶん。大丈夫？足、多分折れてるな、片方。どっちか。片方の足を犠牲に。着地したでしょ、これ。で、そういうのって実際できんのかな？やばい、もう、めっちゃ高いところから落ちる、やばいやばいやばいって時にさ、片足だけさ、突き出してさ。で、もう片足しまって、折りたたんで、ズーンって。で、片足がクッション代わりになってみたい。そんな無理か。普通に全身。え、でも、高さによってはさ、マジでできるよね、それ。本当にもうめちゃくちゃ高かったらさ、もう全身いっちゃうだろうけど、骨。でも、片足分の、でも、片足折れるんだったら両足つけばなんか、あれな気がするな。普通に着地できる気がするな。マイクラか？なんでこりゃ。来るの？あ、やばい。気持ち悪い、その出てき方。怖い。あの、ああ今のなんかぬるっての超キモかったね。こっち行く？ん？どっち行けとか言ってる？あ、どっちでもどうぞっつってる。どっちでもどうぞっつって、はい。じゃあこっち行くわ。わしこういうとき大体右行っちゃうんだけどさ。左利きの人ってさ、左行っちゃうんかな。そういうのありそうじゃない？
右利きだからいつも右ってのかなみたいな。失礼します。人なの君たちは。いや追いかけてこないと分かるとあんま怖くないな。なんか急にびっくりさせてくるんでしょ。やば消えた。あれなんかあんま怖くないかも。なんでだろう。あれなんかあんま怖くないかも。なんか今さ急にびっくりしてもなんか全然ビビんないかも。なんか余裕だ。あれ全然 W 機押せる。なんでだろう。なんか怖くねえなこのゲーム。え、でもなんか怖い条件は揃ってるはずなのに。これ何？中指？キャンドルか。え？来る？え、明かりついてないじゃんこれ。周りを照らさないキャンドル。かっこいいね、それはそれで。明かりを灯さないキャンドル。え？ちょっとやかも。え、でもこいつらがさ、動かないよね、本当に。え、動かないと思ってるから全然怖くないと思ってんだけど。え、こいつら動いたらさ、マジで本当に金玉潰しちゃうかも、自分の。どうしよう、超怖い、金玉潰れんの。やだ。マジで飛び上がんないようにしよう。どうする？飛び上がって。それで、あの、なんか元のとこ戻って、金玉潰しちゃったら。ハーフライフにこんな敵いたよね。なんかあんま何もしてこないからかな、怖くないの。え？何やねんそのちょっと待って、あいつ怖くねえ。あいつかも、なんか全然怖くない理由。あいつ怖くねえわ。あのさ、この石石像のやつらは割と怖いんだけどさ。あ、両方拾っちゃった。これでどこであれしてんのこれ、フラッシュライト。三刀流？三刀流奥義なのこれ。おにぎりなのこれ。塩ビマヨネーズなのこれ。三刀流か。あと割と静かだからかな。なんかあんま、なんかむしろ落ち着く、なんかホラーっていうより。こっち？あ、こっちか。あ、なんかちょっとバイオっぽい。いいじゃん。これが急に動いたらマジで怖い。本当にうんち漏らしちゃうかも。うんち漏らすの怖え。結局それが怖いんだよな。なんか心臓止まんのとか、金玉潰すのとか、うんち漏らしちゃうのが怖いんだよね。なんかゲームが、うん、怖い。ホラーが怖いっていうよりか。はしごかい。メタグロス作ったんだよね。ポケモンプラモコレクションの超クオリティ高い。マジでまんまメタグロス。なんか色とかもすげえかっけえ。このメタグロスプラモデルとか全然作んないんだけど。プシュプシュプシュ、腕とか動かせて超いい。これこ
このマジでメタグロスのプラモデルめっちゃいい。しかも30分もかかんなかったから作るの。え、何これ。一晩共にしたのあいつと。あ、なんか来た。まだやるんだ。井戸から出てきましたって感じかな。あ、何？あ、わしが神になった？なんか、崇めてくれてる。ありがとう、みんな。我、神なり。はっはっは。我、神なり。え？でっかい雲いない。一番怖いわ、それが。ご褒美した。なんじゃそりゃ。あ、なに。あははは、浮いたー、マジで。ちょうどいいな、ちょうどいいホラーだった。あ、テープの終わりです。これ、ここがテープの終わりです。え、今すぐに、教会の人の助けを借りてくださいみたいな。このテープはウェッセル、器です。悪を広、悪がここから広がってきますみたいな。このゲームは器です。やばい、正気が解き離れたれてる。わしの CPU から、わしの GPU、 CPU から。彼女は脱出しました。彼女は逃げた。いや、メタグロスマジでかっけえ。大丈夫、メタグロスが守ってくれるから。はい。え、ちょうどよかった。ね、一番最初が一番びっくりしちゃったけど、なんかそれ以降なんかからくりが見えて、なんか落ち着いて遊べたわ。うん、なんかちょうど、いやでもなんか怖くなさすぎたな、さすがに。なんでだろう、なんでこんな怖くなかったんだろうね。割と怖い条件は揃ってたはずなんだけど。メタグロスがいたからかも。メタグロスが守ってくれてたからかも。なんじゃそれ。はい。